寝れんだんや。はい、セルフケア。寝れましたか？って振ったんか。うん。ほんだら、猫うるさかった。猫うるさかった。気になったな。あの子のことも気になったな。何？あ、ネイチャーブラスト。スカート君言うとったらほら、おかしかったがんや。私言う大吉スカート君が。スカート君がって言うたやろ。だから笑っとったがんや。だって年上って分かっとるやろ。分かっとるけど、そんな幹部からって感じてんなの？それは分かるよ、気持ちは分かるけど、やっぱ年が勝つって。だって年下に対してさ、短縮する人じゃないもん。吉川さんだって来んないよ。あの人のこと君付けよ。ちゃんはさすがにダメやよ。違うんすよ。俺、くんってちゃんと読んでんの。それで怒ったらおかしいぞ。すっくんやって。ちゃんはダメよ、舐め切ってあれやから。でも、くんはせめて、許してもらわな、そんなもん。これから入って、新しく入ってても辞めると思う。だって、中途採用で、あの人より下のもんか、下のね、なんか入ってくるわ。いや、今日あの人も入っとってんって。2時に秋から来たらあの人がいいよ。蓮井さんがいいよ。今日から来たいやって、部屋に来てなかったよ。そうや。ほんで蓮井さんに、あれ蓮井さん何どうしたって言ったら、いつも風呂入りに来てるんじゃって。え、いつも？おいや。は？で、え、こんな時間にいいと思ったら2時になるって、10時か2時。風呂入って帰ってる。マジか。合わんとね。合わんわいよ。それダメやわい。知らんだ。で、吉川さん、あれ、なんかダメ人やね。言うてほしかったな。俺、風呂入ってくる全然合わんし。入ってきてるよ。ちょっと待って。あ、行くんかい。おう、何でも見せようとしたよ。見てみて。本当に腹立つんだ、あの人。吉川さんもあの人なんか来とるんか、あったから。いや、なん、別によく。よく仕事もないわいね。だって、ビルも働いてるから。
フレッシュプラス2週間ぶりの放送となります。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。いやすいませんすいません、ちょっと2週間ぶりなのに遅れちゃいました。ごめんなさい。どうしたんですか、おさちゃん。何やら今日は素敵な人がいらっしゃるということを聞いて。そうなんですよ。じゃあ私2週間ぶりだし、どんなおしゃれしていこうと思って、ああでもないこうでもないってクローゼットの中全部出してたらちょっと本当は白がなってしまって、でも結局やっぱりありのままの自分を見てほしいなと思って、だからイタチョウ言うてんの。はい、紆余曲折があってこちらの方に、はい、元通りになって帰ってきた。なるほど。
ビーバー、あ、いいか、あ、アオサのビーバー食べてみるかって。アオサのビーバー、まあ、よかったらいいよ、私もなんかいっぱいやから。じゃあ寿司食いに来てんか。寿司食べに行きたかったんやって。でもアスカもお腹空いてご飯食べたからいいよって。私らもいっぱい食べたがい、寿司お腹いっぱいで入らんわよ。寿司はたまに食べるのがいいよ。連続食べに行ったら嫌になる。さっきも寿司あったしな。寿司あったし、お腹はこわ。まあ、生もんばっかりやったらやっぱり体に悪い。まあ、寿司は俺今度からお腹が本当に減った時しか食べんとこかん。胃もたれがひどい。消化しづらくなった。食い物が。なんか最近肩、なんかそのままの形で出てくれ。ちょっとやばいか。ちょっといいお休みなんだね。だどうしてもお腹に入らんときあれ食べとればいいんだ。お腹出るやろ。あの子もそうやん。食べたくないときはなんか。もうダンジェリー、ダンジェリーしてあげて。え？もうダンジェリーやめてんの。やめた？いつから？知らん、もうこんなところもね。もうストロークはしたり、もうしてるよ。それはあんな体型でする必要ねえわ。ケツが、パンケツなだけで全然太ってないし。太ってないわ。あれは遺伝やって。あのお尻の大きさは遺伝。なんかインドネシアはみんなお尻でかいやわな。でかいわ。だから遺伝やってあれは太っとるわけじゃないわ。そういうもんあれは遺伝子的なもん。あれはその太っとるとかあれは関係ない。でもあの人入りに来とるって言うけど、うん、フロー、うん、タント止まっとる。止まっとったやろ。私らあれやったさかいよ、分からんだよ。2時に来たやろ。だからこの間タント止まっとったやろ。なんでかなって言うとったやろ。ほんで帰りに来とったよ。あいや、こんな言うと言うと2時頃に多分入りに来とったやろ。
今日は頭5日目やって洗ってないんや。汚ね。だからこの間私に金曜日とか今度月曜日頭洗う番や。新中の毛だらけやんか頭。おいや、おったら言うてんとか旦さんが、あの吉川さんが高齢者年齢重なると同時に頭も全部匂いしてくるんやから頭とか毎日頭洗った方がいいよって言って。片田さん、綺麗好きかと思った。寝ちゃりじゃになっとったって頭に。それで吉川さん、言うとって、って言って。意外。いや、意外と汚いなって。だらしないな。おいや。だらしないね。ガッツエンガチョって全部。ガッツエンガチョって線が近づいてきた。ガッツエンガチョそういうとってと近寄ってこんといてって言ってそれ汚いし近寄ってこんといてって言って多分平成のもん知らんかもしれない。昭和の時代に流行った言葉やから、うん、ガッツエンガチョ1986年から89年に流行った流行語ガッツェンガチョ。そんなの分からん。初めてや。ガッツェンガチョ汚いよって言っといて。
トミーぐらい買ってね。ボクサーブリーフ履いとる人ってズボン破れとっても気ぃつかんの、スースーせんから。
で、で、止まって出てこい。ほんとここ、ここ熊出そうやな。なんでテント張れんよ、ここ。ここにいる。どこに出れたら、雲来たらどっちもがいい。キャンプファイヤーって。あれやもん。あれあれやもん。あれやもん、精子やもん。田中精子。田中精子やもん。精子やもん、精子。あ、車来たる。車来たる。来たる。いい。木村の父ちゃんよ。いいいい、まあそこにゴミいっぱいあるもん。粗大ゴミかしら。田中先生やった。そんな気分また誕生日気分ですか。誕生日気分ですか。毎日が誕生日。ダメです。田中先生君言ったわ。田中先生毎日は誕生日はありえません。ありえません。年に1回だけです。塚田さんにも大輝のメールしたいと。昨日は寝れましたかって。猫で寝れませんでした。そうなん、うん、寝れましたかって言うたら猫で寝れなかったやって。どうなって。時間なくない？だってもう5時やろ。5時半ぐらい閉まらん？急げ。急げ。あ、今日は走急いでもらおうかな。え？今日は急いでもらおうかな。今日は急いでもらおうかな。今日も土曜日やな。どんな本か。エロ本か。エロ本買うんやったら無料のエロビデオ見れよ。え？銀河、なんか銀河みたいな顔して。まだ無料のあるんけ、そんな。え、いっぱいありますよ、アダルトサイト。あ、パソコンで見たのかいつも。あ、パソコンで絶対見。だって誰か来たら怖い。携帯で見るに気があったね。すぐ消せるんやし。見れるやろ、パソコンで。まあそれでかく見えるけど、そう見たことない、怖いし。マジで行くの？行か行か。セカンドストリートみたいな。セカンドストリートか。セカンドストリートはお母様のご要望です。ほら言うとったんや。私はツタヤと、まあでもなるべくならそのワオンカードにお金入っとるから、うん、まあワオ、あのイオンの中の本屋さんで買うかなやけど。うん。そうやな。うん。そうだけどこっち側で送ったらもったいない。まあでも T ポイントはつくし。T ポイント。今食べてみるか、大体。どんな感じなんかな。あ、それバイクやバイク。島崎自動車。え？島崎自動車。あれはどうなってる？どうなるとこで？
な乗りたいちょっと早くあんな乗りたいちょっと早くスクーターで十分あ、また仲間か仲間かセカンドストリート。セカンドストリートは手前。手前やつか。
スタヤってどこや？スタヤってちょっとあんまり。もうちょっと向こうに行くか。並びやす、並びや。あ、並びな。うん。アルペンの横や。並びアルペンの人。じゃあお母さんセカンドスリーって言ったら私本見たくるかな。歩いていかんだね。うん。歩いていく。隣やろ。隣。隣の隣はちょっと嫌や。歩いていくならいいよ。隣の隣がちょっと。歩いてちょっと。車がいいな。10分もかからんやろ。3分ぐらいできると思うけど。あ、10分もかな。3分は無理やろ。え、なんで？隣の隣やろ。その歩くスピードにもよる。中入ったら自然に繋がる。いや、まあ、パスワードとかいらんくて。なんか登録制なんだよ。いや、パスワードとかじゃなくて普通に。フリー Wi-Fi みたいなやつ。それなんかアプリ入ったんじゃないか。入ってない、入ってない。で、自分やってみちゃった、セカンドスリーダーって。だから中はちょっとわからん。Wi-Fi 登録やってみる。してないよ。適当に Wi-Fi オンにしたら多分鍵のかかってないやつ出てきて。いや、あ、でもなんか青柄どうかな。でも、でも Wi-Fi ちょっと入れてあるやろ。メールアドレスかなんかを入れなかもしれん。でもそんなん適当でいいね、別に。嘘のメールアドレスで大事。帰ってきたからどっか行きたそうやったけど、うんうん、戻ったか？ネットオールかな。あそこどっか行こうって言われる。なんかあのフィッシュランド行きたかったみたいな。一緒にジェットコースター乗ってこればよかったよ。一緒に観覧する。そんなもいいね。いや、例えばの話、もしも銀河が帰ってきてどっか私にどっか行こうって言ってくれて、うん、お母さんにごめん銀河に誘われたし行くわって言ったらお母さん怒っとった？いや、怒ったら怒るわけねえ。お母さんらも面倒いかなと思って銀河が行くって言ったら銀河の方がいいかなと思って、うん、言おうと思っとったんやけど結局銀河に聞いたらって言うとったから。あ、悩んだよ。そう、悩んだから結局じゃあ銀河も後で行かんって言ってんでお母さんにも断ってどっちも行けんくなって嫌やし。あら、こいつ危ねえ。あ、行けんか。じいちゃん大丈夫か？いつもなんかもうじいちゃんとか下向いとるな。こういうやつしかなくてやるので。せっかく。セカンドストリートもなんか、服結構高いし、高いっていうか、はい、着々にもなれたら。着着はだって古いの。着着は安い。着着普通に綺麗な服もあるよ。あるよ、うん、ただサイズが探すのないけど T シャツとか言ったらちょっとほら、あんなとこでようサイズ見つかるな。でかいサイズが少しあるんよ。小さいところじゃなくて
私大きいサイズコーナーじゃないとこで選ぶ。家を探さなダメ。だから男物でも多分探したらでっかい T シャツとか売っとると思う。結構でもあるやん。ほら、今なく探しちゃうけどなかった。まだそこ、こっちだ。失礼やな。ごめんなさい。なかった。ごめんなさい。このお腹じゃ無理やな。最大で、LL したの、LL とフリーサイズ。あ、フリーサイズ。いや、別にそうやな。フリーサイズって言ってもでかいわけじゃないからな。うん、誰でも着れますよ。まあ、誰でもってか、あるけど。そう、基準があるやろ、基準。腹こぼきを開いとるんや。もう入れんぞ。お腹出っ張っとるのは着るにしとらんわ。青いの我慢やぞ。見てやるか、入れちゃった。うん、青いの入れちゃった。ブロミンの入れてくれんの後ろに入れられるし、私も自宅帰ってくる。いいことしたらいいことあるかも。いや、合わないいいことはないよ。ただ、あっちが得するだけ。入れちゃった。ああ女ごとくか。ごとくはね、もう行かない、やばい、もう行かない、やばくない、やば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 い、プッて鳴らされるって言っちゃう。行こう、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 3台、今度3台しか行かされる。あ、女行かせよかったな。どんなラブやって、こいつなんも戦士下心行かしたの。下心丸だし、お、ギリギリや、ギリギリ、最高、最高。あの後ろの子、後ろの子、そうやな、多いや、1台入れてやらんなら行けたのにと思ってるわ。多いや、3台行かせられる、妬まれるが好き。やっぱ2台までやったな。あんた先に女が本屋さん送っていく。いや、私も見る見る。本屋さんから本屋さんは行くことないやったら歩いて行ったけど、忘れるかもしれない。なんか忘れられたら嫌やし、後からやったら忘れるか。一緒について、あ、そういうこと、忘れるから帰ってしまうってことやろ。いよいよかもしれない。忘れたらどこやと、どこやと、ここってなんだかんだ結構おるのね。あの車ガンダムみたいな色だ。いつらよ。この車の色なんかガンダムみたいな。ザク？ザクの色。どれかな。わからんけど。ガンダムは。ザクって赤じゃない？ガンダムは基本青い。白と青と。白と青と角は赤。こいつか。見たいとるし。あれザクやわ。ガンダム好きそう。昨日お母さんイオンモールの時に、うん、もうジュース見とる時にほら胸でかい女の人おったやろ。どんな人？うちら二人でジュース見とった時に、おう、ボケーっとしたやろ。でもすっごい胸でかい。何の人やったか、ちょっと変な人。胸そった。あともう一人、大人ねんけど、うん、手にいい、あの、風船持って、うわーってしとった女の子、知っとった。知った。なんか最近変な人しか見えない。